スラスラスラースエチャンネルです。久しぶりとなりました百名店動画でございますけども、今回から4回にわたりまして横浜を舞台に百名店旅をやっていきたいと思います。まずは元町中華街駅から中華街関帝廟通りに入っていきます。こちら横浜大世界という大きめの商業施設があるんですけども、その向かいに関帝廟通りへの入り口があります。関帝廟通りに入って間もなくこんな感じの公園が現れます。皆さん多分見覚えあると思うんですけども、5年前の逃走中で藤光謙司さんがここでハンターに見つかりまして、そのままこの公園突き抜けて細い路地に入っていきました。本当は行き止まりじゃないんだけども、ここエリア外になってしまうので結局行き止まりってことになってハンターに捕まってしまった。懐かしい場所ですね。引き続き進んでいきましょう。この通りにはシューマイが名物の清風楼さんってね、有名なお店があります。これが今11時くらいなんですけども、この時点ではまだ混んでませんが、この後大大行列できますからね。今回の旅では訪れませんが、百名店には今のところ入っておりますので、今後訪れることになるかなと思います。そして見えてきました関帝廟。僕はあんまり三国志とか詳しくないんですけども、その三国志に出てくる関羽が祀られているっていうことね、知っておきましょう。で、関帝廟に来るとね、実はちょっと行き過ぎなんですね。最初の目的地はちょっと戻りまして、こっちの路地に入っていきます。悟空茶草さんに到着。カフェ百名店にくくられますが、中華街の中なので当然中国茶がメインのカフェとなっております。様々な種類があるので選ぶだけで結構楽しい。そのため結構な人気店となっております。平日でも12時以降になるとウェイティングが発生します。お食事メニューもねちょこっとありますんで、週末はもっと混むので気をつけてください。朝ごはんを食べていなかったので、朝ごはんにぴったりなチャーシューマン付きのセットにしました。肉まんと違ってちょっと甘めの味付けが特徴。これとセットになるお茶は限られておりまして、今回は東方美人茶を選択。まず茶器と茶葉がやってきまして、ここからしばらく店員さんにお任せ。あからさまな急須は使いません。左のように湯飲み茶碗みたいなやつに蓋をして蒸らします。右側が実際に飲むために使う湯飲みなんですけども、こちらはお湯を入れて温めておきます。どちらのお湯も最初は捨てます。この壺にね捨ててください。でこの後この黒いところにねお湯が置かれますので、あとは自分で注いで蒸らして出してくださいって感じです。1煎目こんな感じになってます。最終的に僕は5、6000くらいやりましたかね。あまりやりすぎるとね、お腹タプタプになっておトイレ行きたくなってしまうので気をつけましょう。昔の自分だったらね10煎くらいやってましたねせっかく来たのでデザートをもう一品。ライチ紅茶のちょっと甘くしたものの中に白玉が入ってます。中華のデザートではよくあるんですけども、中には黒ごまペーストの入っている白玉、タピオカとクコシを添えて。それでは参りましょう。悟空茶草さんの査定は、A ランク71点。横浜旅、そして今回初めてカフェ百名店もねやりましたので、どちらもいいスタートをね切れた感じでございます。何が良かったのか聞いてみましょう。せーまあね、このシステム自体がすごくいいところついているなと思いましたね。いろいろな中国茶を楽しむっていうお店自体があまり日本国内にはないのかなと思います。まあ、あっても、まあ結構限られた種類になってしまうのかなと思う中、こちらはね、ものすごいラインナップで、選ぶ楽しさっていうのがありますよね。飲み比べしたいなって、まあそれするとちょっとなんかお腹タプタプになってしまいそうではあるんですけども、何度も通いたくなるようなね、魅力があると言えばいいんでしょうか。で、またこの中国茶と一緒に、ご飯食べたりとか、スイーツを食べたりとかってできるのもものすごくいいですね。こういうなんか中国茶のカフェみたいなところに、台湾に修学旅行に行った時に行こうかなと思ってたんですけど、
なぜか首狩り族と会わないといけないっていうね、謎の条件がありましたので諦めて僕は9分に行ったんですけども、まあね、そういう感じのお茶パーティーをね、日本で楽しめるなかなか貴重なお店なんじゃないかなと思います。で、今回チャーシューマン頼みました。で、チャーシューマンもね、これまた病みつきになるんですよ。普通の肉まんと違って、ちょっと甘めなんですね。その甘い要素のあるチャーシュー、これが周りの生地とものすごく親和性高いんですよ。癖になる味ですよね。それもしっかりできておりますし。で、あと、ライチ紅茶に浮かんだ黒ごま白玉。黒ごまのね、とろっとした感じもいいですし、白玉のつるんとした餅感もいいですし、で、ライチ紅茶の華やかな香りもそこにプラスされると、これまたこのお店の一つの強みになるというね、はい、非常に素晴らしいカフェでございました。ちょっと今回様子見で71なんですが、もっと高い点数つけてもいいんじゃないかなと思っておりますので、横浜旅第2弾がありましたらね、また行ってみたいなと思います。中華街にはね、中華100名店いっぱいありますし、そのついでにここは毎回訪れることになるんじゃないかなと思ってますね。あとついでに言うと、1階のね、物販のところにはいろんな茶器も売っていますので、なんか思わず買いたくなってしまうような、でもちょっと高いし、家でお茶入れたりとかすることはあまりないので熱いお湯沸かすの苦手なんでねでもなんかどうしてもなんか買いたくなっちゃうよなって、お茶に対する愛情っていうのを深く感じるところはありましたのでね、はい、このお店は非常におすすめ。中華街に行ったらぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。大満足いたしまして、次に向かうお店は中華菓子のお店です。ここでお土産を買っていきましょう。スイーツ100名店最新版では中華菓子のお店も対象になっていて、この中華街に2軒100名店があります。そのうちの1軒に行きたかったんですが、シャッターが降りてる。ということは臨時休業だ。定休日の翌日だったんですね。まあでもインスタとかホームページとかキラキラしたものを多分ないお店ですから、これは完全にトラップですね。東北の時の悪夢が蘇ってきました。果たしてこの先の旅大丈夫なんでしょうか。